カル・ウィルケンフェルドは、オーストラリアシドニー出身の女性ベーシスト。14歳の時にギターを始める。その後高校を中退し、オーストラリアからロサンゼルスに移住。アメリカに行った当初は、ギタリストとしてのトレーニングを受けていたが、17歳の時に、ベーシストに転校した。影響を受けたベーシストとして、ジャコ・パストリアスや、アンソニー・ジャクソンを挙げている。 2007年、初のリーダーアルバム、トランスフォーメーション発表。その後、チックコリアや、ビニーカリウタのオーストラリアツアーに参加。2007年7月には、ジェフ・ベックのバンドのレギュラーベーシストに抜擢され、クロスロードギターフェスティバルで、ジェフと共演し、注目を集めた。ジェフのライブアルバム、ライブ・ベック3、ライブ・アット、ロニー・スコッツクラブでも、タルの演奏が聴ける。 その他、ハイラム・ブロック、スティーブ・バイ、オールマン・ブラザーズ・バンド、ウェイン・クランツなどと共演。2009年2月には、ジェフ・ベックのジャパンツアーに同行した。2010年には、ハービー・ハンコックのイマジンプロジェクトに同行するが、ツアー中ィー,ロー、D、が彼女の足にアンプヘッドを落として、緊急入院。そのままツアーを離れて、ビニー・カリウタや、ウェイン・クランツ、 プリンス等が参加しているとされたアルバムのレコーディングに挑んでいる。なお、ハービーのツアーはその後、マーカス・ミラーやピノ・パラディーノが参加して継続された。フェンダージャズベースを模倣した、サドースキーのタル・ウィルケンフェルド・シグネーチャーモデル。その他、予備も含めて、数本持っている。ベースアンプは EBS を使用している。 ジェフ・ベック・ハービー・ハンコックリー・リトナー・その他。ありがとうございます。